皆さんこんにちは。今日はセミナー講師の犬飼ターボさんと一緒に YouTube を撮ってます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。犬飼ターボです。ターボさんとはセンターピースということで、うん、私は今5年目になるんですけれども、うん、今年は専属のトレーナーを八ヶ岳の方をさせていただいています、うん、その関係でね、まあ、ちょっとあのセンターピースのことをお話をしたいと思います、うん、ありがとうございます。私が5年前にあのこのセンターピースを受講したきっかけは、まあ、自分の人生をちょっと変えたいなっていうことを思ってあのターボさんを訪ねて、うんうんうん、3000人ね、はい、であの入ったんですけれども、まあ、その頃 の、 あの私を知っていると思うんですが、うん、何か成長したところはあるでしょうか。そうね、3年前だっけ、5年です。5年、今5年前です。5年です。酔っ払ってるんで5年前のね、ゆかちゃんでいいの。そうです、うん、ゆかちゃんは、うん、自分責めがひどかったよね。ですね。あ、本当に何かにつけてはすぐ自分を責めて、うんうんうん、苦しそうな顔をしていたね、うん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 、それがもう最近は本当に見なくなってね、あの顔ね。そうですかね、うん、はい、よかったです。で、なんかこう自分責めをしなくなった分、うん、いろんなことに前向きになり、うんうん、あとはやっぱりつながり感かな。あ、つながり感ね、うん、確かにあの一人で頑張っとるっていうそういうあのところがあったんですが、輝きが皆さんに伝わりますかね、うん、あとね、あの途中の時にあの私あの頑張ってた原因というかに、あの男の人に負けないようにしようっていうか、そういうのがすごくあって、うんうん、あの自分の女性性みたいなのを否定していたところがあってね、うん、スカートが履けない時期があったんですよ。そうだよね。で、タオさんにね、あの講師会の時にスカートを、うん、恥ずかしい恥ずかしいって言った覚えがあるんですけど、うん、今はなんかわりかしその女性性っていうのが自分の中ではすごい好きになってて、うん、なのであの本当にこのセンタービースってすごいなっていうふうに、うん、あの感じてます。じゃあ今日のスカート姿を見せないといけないじゃない、見えますかね、はい、ほら見えますか、じゃーん、こんな感じですみたいな、ほらそんな下から撮らないように、ほら見えませんよ、あれ難しい、ここね、はい、酔っ払っているのでふざけた YouTube ですみません、はい、あのそんなわけで、あの、うん、ぬかターボさんの一日集中講座が、うん、あのあります、うん、ちょっとその宣伝をしていた終わりにしたいと思います、はい、2020年の1月と2月に、東京と大阪で、計7回開催します。センターピースという階段ルートを、学べる半年の講座の、まあ、1日バージョンですので、はい、犬飼ターボセンターピースで検索してもらえればホームページが見つかると思いますので、はい、興味があればぜひどうぞ、はい、ということで皆さんぜひあのセンターピースね、あの1日集中講座に来てください、はい、今日はありがとうございました。ターボさんありがとうございました。